2014年3月17日、突如としてこのような書き込みがなされた。兄弟関係に悩んでいます。二人は3歳違いで兄は小6、弟は小3。兄は優等生タイプでスポーツも得意、友達も多く先生受けがいいタイプです。弟は勉強は普通で、ひょうきんな性格でマイペース。友達は多いですが、先生受けはいまいちです。兄は外面が良く、外では弟を可愛がるいいお兄ちゃんに見えるのですが、見えないところでは弟を執拗にいじめることがあります。今日は、DS をやっていてマリオがこけた。ことに腹を立ていきなり弟を蹴りました。弟はダーンと倒され、よほど痛かったらしく、キャー、とも、ヒー、ともつかないようなすごい泣き声を上げて泣きました。あまりのことに、私も泣きながら兄を叱りました。喧嘩でもない、完全な八つ当たりであり、いじめです。なぜ、こんなひどいことをするのか聞いたところ、卒業間際の今日、担任とトラブルがあり、小学校生活に挫折感を抱いたようです。担任の代わりに授業をやらされ、全員が理解できるような説明をしなかったと担任に責められたそうです。担任は有名な問題教師なので、兄がストレスを抱えて辛かったのはわかっていますし、担任に何度も、授業を子供に任せないでほしい、と要請して、やや改善していたのですが、最後の最後に、またやらされてしまいました。そのストレスが、今日の弟へのいじめにつながったようなのですが、問題は弟の方です。兄が部屋に引っ込むと、俺はもう、お兄ちゃんと暮らすのは我慢できない。お兄ちゃんと同じ部屋にいると、具合が悪くなる。児童養護施設に行ってもいい。お兄ちゃんのいない家で暮らしたい。というのです。弟はいつも明るくてひょうきんで、お兄ちゃんと楽しそうにしていることもあるのですが、仲良くしてるのは演技。そうしないと余計にやられるから。大嫌いだ。嫌いすぎて我慢できない。というのです。兄の方は多分そこまで嫌われている自覚はないと思います。子供部屋を別にして、ストレスを減らしてやろうとは思うのですが、今は同じ子供部屋なので、弟のストレスが非常に大きいようです。ここまで本気で兄を嫌っているとは思いませんでした。もうすぐ春休みなのですが、お兄ちゃんと一緒にいたくないから、おばあちゃんの家に行くよ、と言い祖母に電話して、春休みの間中、他県で過ごすことになりました。兄が、ごめんな、と謝ると、いいよ、と答えますがそれ以上は一言も喋りません。まるで弟の人格が変わったかのようです。私も兄弟喧嘩をしたことはありますが、ここまで本気で相手を嫌ったことはないのでショックを受けています。ここまで嫌いになるには、親の見ていないところでよほどのことが積み重なっていたようです。取り留めのない話ですみませんが、何かアドバイスやご意見をいただけたら幸いです。いくつもの問題を一つのこととして処理しようとしない方がいい。長男の件もそう。担任の話と弟への八つ当たりをつなげてるけど、その話をし始めた時点でおかしいと思わないあなたがおかしい。学校の問題は学校の問題、今起こしたことは別の問題として捉えないと。八つ当たりの要因の一つに学校の出来事があったとしても、それだけでは起こり得なかったわけで、その他の要因を無視しすぎ。原因は一つじゃないよ。問題も一つじゃない。一つずつ見ていかなければ。逆に弟の問題は、兄をどうにかしないと治らないと思う。なんかいろいろと窮屈そうな家庭ですね。すみません、弟自身が。お兄ちゃんがおかしくなったのは担任の A 先生のせいだ。というので繋げてしまいました。なんで弟がそう思ったのかは、今は寝ているのでわからないのですが。マリオがこけたって、兄がプレイしてて自分で勝手にこけて、それで弟を蹴ったの？協力プレイとかで足引っ張ったとかでなく？学校でストレス抱えてる兄も気の毒だけど、ただただ弟がかわいそう。学校の件とつながりがあったとしても、八つ当たりには違いないし弟何も悪くないのに。子供部屋を分けてやろうなんて悠長にしてないですぐにでも別部屋にするか、せめてどちらかは寝る部屋を変えて、同じ部屋に二人きりにならないようにしてあげた方がいいのでは。誰だって、八つ当たりで蹴ってくるような兄弟とは一緒に暮らしたくないでしょうよ。兄は弟をサンドバッグか何かだと思ってるの？真面目に兄が変わったとしても、弟さんの兄に対する冷めた気持ちはもう変わらないと思う。せめてもう暴力振るわれないように守ってやってほしい。協力プレイでもなんでもなく、勝手にこけて、それで弟を蹴りました。そうですね、サンドバッグ扱いですよね。親の前でこんなことをしたのは今日が初めてですが、子供部屋は密室なので、親の知らないところでもいろいろあったと思います。今、兄の卒業式を控えてバタバタしていますが、至急部屋を別々にしてやろうと思います。ありがとうございました。
とりあえず授業を空耳させられたのは、住んでる市も学校教育委員会も学校教育課に相談。弟さんもいるんだし、早く手を打った方がいいと思う。今なら弟も学校から転勤させてもらえるし、大事にした方がいいよ。校長にも相談。思ってるよりやばい状態だと思う。教員には相談済みなんですが、市教委と学校がべったり癒着しており、改善しませんでした。幸い、その先生は転勤になるので、弟が当たる心配はありません。ありがとうございます。ストレスが、今日も弟へのいじめにつながったような。そりゃ弟も、そんな理由でアップ当たりされちゃたまったものじゃないでしょう。普段から、おそらく、兄と比較されて、猫かぶってる兄が猫かぶってるせいで疑惑してるだけなのに、うまくいかなきゃアップ当たりされてきたってことが、今になってひしひしと感じてるんだよ。自分が今まで味わってきた境内喧嘩と同じように思わない方がいいかも。悪いけど、いじめだと感じたのは当然で、外部モラハラ兼ねた DV なら。とにかく弟さんは春休みの間だけでもおばあさんのところに預ける手配をして、その間に兄をどうにかするしかないんじゃないかな。弟が担任のせいだって言っていたとしてもね、そう思わなきゃやってられないってのもあるからそう言ってるだけだよ。鵜呑みにしないことです。もともと、嫌なことはあっても誰かにアップ当たりしない子はしません。兄は間違いなく平然とアップ当たりできる悪い子であり、それを容認してきた母親であるあなたの責任です。それと、幸い、その先生は転勤になるので、弟が当たる心配はありません。も、ちょっと甘く見すぎなんじゃないの？すでに兄はその担任のせいで担任に対して何らかの感情が芽生えててもおかしくないよ。担任が変わって、新しい担任はいい人だから、で問題は解決しないと思う。兄は、何かうまくいかないことがあれば、誰かにアップ当たりできることを覚えて兄を締めてるようなし、その気持ちを改めない限り、弟さんの恐怖は一生つきまとうよ。すでに今、トラウマになりつつあるし。子供部屋が密室な時点でダメじゃね？小学生のうちは個室なんかいらないよ。リビングで宿題やらせとけば、喧嘩になればすぐにわかる。放置しといてどうしましょうとか、あんたは何をしてるの？勉強や宿題はリビングでやってますが、ベッドが同じ部屋なのです。兄弟で子供部屋でキャーキャー遊んでいる時もあったので、仲のいい時もあるのだと思っていました。弟にとっては、それも苦痛だったとわかったので、ベッドを別々の部屋に移して、一緒に遊ばないよう兄に言おうと思っています。兄はすぐ弟を呼んで部屋に入れたがるので。問題なのは弟じゃなくて兄だと思うけど。学校の先生に問題があることと、兄が弟でストレス発散するのは別問題だよ。これからも兄は何らかのストレスがかかるたびに弟を標的にするんだよ。今回だって、学校のことでむしゃくしゃしていたとはいえ、そもそものきっかけはゲームでミスったことでしょう。なんかどちらかというと兄を許さない弟にびっくりしているみたいだけど、弟からしてみれば家は逃げられないあり地獄みたいな場所だよ。今回のこと、やりすぎだとは思っていても、お兄ちゃんはストレス溜まってるし仕方ないって思ってない？理由なんてどうでもいいし程度問題じゃない。弟でストレス発散しちゃ、絶対にダメ、なんだよ。兄が弟をいじめているの気づいていたんでしょう？でも仲直りしているようだからと見て見ぬふりをしてたんでしょう？その間、弟は兄への怒り、母への諦めの感情を溜め込んでたと思うよ。春休みの間弟を祖母の家に避難させている間、兄をなんとか軌道修正しないと大変なことになるよ。です、ありがとうございます。楽しそうに遊んでいるのは、本当に楽しんでいる時もあるのだと思っていました。でも弟が、演技だった、とはっきり言ったので、モラハラですよね。とにかく物理的に距離を置くべきだと思うので明日にでもベッドを他の部屋に移します。担任については、息子の中では、もうすぐ縁が切れる嫌なやつ、道で会っても挨拶したくない、という存在のようです。弟によると、その担任になる前お兄ちゃんとの関係は、普通だった、とのことで、弟も担任の先生に対して、お兄ちゃんをおかしくしたやつ、という恨みを持っているようです。とりあえずは、ベッドを別にして物理的に話すことから始めます。ありがとうございました。だんだんストレス解消の種にされ始めてる感じだな。言ってることは正論だったりするんだけど、弟をいじめる兄も、どんどんエスカレートしていったんだろうね。卒業式、いつ？うちは今週中だよ。お兄ちゃんのストレスは、卒業プラス中学進学のストレスも重なって大変なものだったと思うわ。モラハラだということにお母さんが気づいてよかったと思うよ。兄弟間のモラハラって、
親にとってはどうしたらいいか難しい。物理的な距離を置くのは正解だよ。方針が決まったあたりで、お母さんもこれ以上ストレスためないよう気をつけて。卒業、入学、部屋替えで、親のストレスも大きいから。ネットで知らない人からのストレスまで受けないようにね。私も姉からモラハラを受けて育った。すごく巧妙にやられてたので、親にいくら言っても分かってもらえず逆に叱られるありさまだったよ。当時のことを思い出すと、部屋を別々にしてもらえたらすごくストレスが減ったと思う。うちの親は未だに私たちの関係が理解できてない。あなたみたいに、モラハラだ、と認めてくれてたら、もうちょっと救いがあったと思うんだけど、大抵の親は兄弟間のモラハラなんて認めたくないものなんだよね。ここであなたを叩いてる人だって、他人事なら正論をつけても自分の子供同士のこととなったら案外気づかなかったり、軽視したりすると思う。あなたはそれを認めて対処しようとしている。辛いと思うけど、頑張ってね。ありがとうございます。優しい言葉に泣いてしまいました。あさって卒業です。目の前で弟を蹴り倒されたので、兄には、この子はあんたのストレス解消のために産んだんじゃない。あんたは今後、弟に対して何の権利もないから、覚悟しろ。こんなことして兄貴でいられると思うな。と怒鳴ってしまいました。兄弟、共にストレスを抱えているので、それぞれのケアをどうしたらいいのかかなり混乱していましたが、とにかく落ち着いてできることから始めます。これで締めたいと思います。ありがとうございました。落ち着いたみたいで、よかった。締めた後に申し訳ないけど、うちは優等生の姉が贔屓されてて私がいくら親に訴えても、お姉ちゃんに向かって、なんてこと言うの。姉妹仲良くしなさい。で終わりだった。今、自分が親の立場になってみたら、兄弟仲いいと嬉しいし、仲が悪いと本当に辛い。見ざる聞かざる、を決め込んでた親の気持ちも少しはわかるようになった。だからって、自分は絶対に同じことをする気はないけど、一気のお子さんたちの関係が、修復可能な段階であることを願うよ。兄弟ってお互いがそんな感じじゃない？上の子って我慢強くていい子ぶるのも大変なんだよ。弟が唯一自分を全部さらけ出せる相手だから意地悪も八つ当たりもするよ。それで怒ると今度は下が調子に乗る繰り返しだよ。私は、お互いを大事に扱え。パパとママは先に死ぬからな。って切れる。下の子はママを味方にしたくてこんなに傷ついたよって大げさなことない？大変だったね。手抱っこしてなでなで可愛い可愛いしてうやむやにはならない感じ？よその件にやらなくても部屋分けなくてもママが甘えてもいいよオーラ全開で子供部屋に居座ってお泊まりしちゃえばいいのに。アメリカンなご家庭だと気持ち悪いのかな。年齢的なこともあると思う。もうすぐ中学生って、すごく扱いづらい年齢だからな。小学校半ばくらいだったら、その方式でいけると思うけど。今回は下は調子に乗ってないじゃん。今回兄に蹴られて初めて母親が認識したんでしょ。何でもかんでも喧嘩両成敗すればいいってもんじゃないと思うよ。小さい頃はそうやってきたんだけど、5年生くらいからかな。急に扱いづらくなってきたというか、思春期に入りかけてるみたいで。下の子はママを味方にしたくてこんなに傷ついたよって大げさなことない？そうだといいんですけど、下は逆に、大したことないよ。で平気なふりしちゃうタイプなんですよ。今回みたいに傷をさらけ出してきたのは、初めてなので。あと、関係ない弟に躊躇なく蹴りを入れた兄を見て、これは常習だ、慣れてる、とわかりました。閉めるとか言っといて、また書き込んでしまったオーズ。すいません。でもいろんな意見を聞けて、とても助かりました。ありがとうございます。一気の場合は親がきっぱりした方がいいと私も思う。自分から電話して他県に行くような知恵のある子供相手にうやむやは良くない。お兄さんはただでさえ難しい年齢だからなおさら。兄弟仲良くしなさい。じゃなくて、お互いを大事に扱え、はとてもいいと思います。春休みに兄弟が離れるのを機会に、それぞれからじっくり話を聞いてみるべきだと思う。中学進学でまた環境も変わるだろうし、今仕切り直しておかないと年齢的に兄はこれから反抗心も強くなってどんどん手をつけられなくなりそう。単に、思春期の入り口でこぎれているだけじゃないのかな。私自身もそうだった。なんていうか、お互いを憎んでるのかと思うくらい。相手がそうなら自分もこうだ、みたいになって、親を介してしか会話しなかったり。でも、大人になったらまた幼い頃に戻るというか、仲良くなれた。思春期の反抗期と同じで、一時的に迷走してても親の愛情のかけ方が間違えてなければ戻ってくると思うんだけどな。何をもって間違いじゃないというのかと言われると難しいけど、
間違わない人間はいないと思う。些細な間違いはあっても、根本的な間違い、兄弟のどちらかにしか愛情を持てないとか、絶対にどっちかしか起こらないとか、成績だけしか評価しないとか、そういうのがなければ、うまく言えないけど戻ってくる気がするんだよね。この場合は、そういう問題じゃないようなこの子はあんたのストレス解消のために産んだんじゃない。あんたは今後、弟に対して何の権利もないから、覚悟しろ。こんなことして兄貴でいられると思うな。水を差すようで悪いけど、これはもうちょっと冷静になった方がいいような。まあ、何が正しいかわからないんですけどね。あと、DV 系があるのは今のうちになんとか改善するといいんだけどね。そういう意味では認めないよ。低圧的な態度に出るのはとてもいいことだと聞く。気が立ってるからって、なあなあで済ませて悪くなるケースあるからね。将来的に家の中のものを壊したりあざができるまで殴られたりとかなんて嫌だしさ。けど、それと同時に、兄に心のケアが必要なんだよね。その辺をどうしてやったらいいものか。弟の関係での叱り方としてはそれでいいのかもしれないけど、兄自身の生活環境についてはどうフォローしてやればいいんだろうね。私が思うに、学校で無理していい子にならなくてもいいんだよ。とか、ストレスに感じるようなら普通にさえ生きてればそれでいいんだから、とか。真面目にやってこうとしてきてよく頑張ったね。そこは認めるけど、それで他のことが悪くなったら意味がないから、自分のできる範囲をやっていこうね。とか。あと、妙に神経質っていうか、エリート意識とかないだろうか？挫折を感じたとか言ってる時点で、かなりプライド高そうなんだけど。そのプライド、少し折っちゃった方がいいのかもね。暴力に変換されるのなら。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。